はい、ひとつきまんたつ清水でーす。ということで、今日は岸田がしょぼいっていう話をしたいと思います。はい<ー>いや、もうね、もうこれならまだ安倍カムバックの方がええわ。明らかに、ね、ちょっと営業,上打撃が営業上打撃が大きいですね。あの正直ですね、<laughs> 人間の器的に岸田がしょぼすぎて、叩いても再生回数が伸びないという大問題が。<laughs> 発生しておりますがりんあるいは安倍晋三カンバーグぐらいの勢いで安倍晋三嫌いやからすがリん掃除ああまあまあ安倍より正直すがりんの方がいいよねだけでもうざくさいけどすがりんはさ、うん、とりあえずあのちょっとコロナにむちゃくちゃするから怖いんですけど、うん、精神はあの、うん、ね 助かるね,ねというわけで、もうわけのかなんことや情熱示さないので、えー、あのー、営業上の観点から見て、ですね岸田内閣の早期の、あのー、なって言ったらいいの、倒れることを、崩壊を願うとうもう。岸田への愚痴や、これは本当に、もっと悪人になれよみたいな本当だよ、もうあんた小物を叩いてもあんまり思ってないで、もっと悪人になれよ、本当にも 本当にしかも公約でさあの健康危機管理庁って総裁選で言ってたんですよ。うん撤回ですよ俺じゃあ何,かの何が残ってんの令和の所得倍増計画撤回ですよ。であとは金融所得課税も撤回ですよ。何が残ってんねんお前はと <laughs> あれも撤回やろその3年任期もあ,ーあれも撤回党内改革も撤回じゃあ何なのお前は。<laughs> お前は悔しくてないのかよ <laughs> すごいよねすべてすべ<お>てすべてすべてすべ、うん、てすべてなんかはもうなんか阿部と高市にさボコボコに引っこ抜かれて悔しくないんお前何なんなんとにもうそのくせなんかさあのが見た目だけソフトスマイルな感じがするからさ うーん変にこうなんて言ったらいいの人気があるじゃないけどこう誤解されるじゃないですかうーん,うーん安倍晋三みたいな気持ち悪い感じでもなければ菅賀さんみたいな強権的な感じでもないしああしょぼいなこれが日本の首相かと思うと悲しくなるわなんなんこいつら本当にどうしてこんなにしょぼくなってしまったんだ、ね、だってこのあのだから海部さん 開封はいはいはい、うん、開封首相ああいうのねさあの,、ねうん、あの新鮮大学出身の初の総理大臣だったと思うんだけどほう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 あのち出てきた時にねうんうわかるっとか思ったんですよ開封年式ですかそうそうそうう,ん、うん、うわかるっとか思って、うん、でそのその前の総理大臣はさうわうざくわい感じ悪いとかなんかそんねすごい圧があったんです圧がうんうんうん、うん 誰でも田中角栄にしても、うん、大平正義にしても、うん、福田武雄にしてもさ熱いわけですよなんかもう、うん、暑苦しいみたいなところがですねこう海部さんになってですう、ね、なんかスカッってこうなんか何か,か急にこう確かに海部さん若干この福田武雄とかと並べるとですね うんちょっと福田武雄と海部さん、どっちのが岸田に似てるかって言われると、海部の方がちょっと岸田っぽい。うんうん、そうでしょ、うん、でそんでそ,の、ね、その海部さんとかね、うん、そういう感じがすごいしたんですで理由はね、あの新生,新生大学出身だ新生大学うん。大いの言っ高校旧制大学じゃないどなるほど、なるほど、なるほど、そういう意味ね。はいうん、うん それで私が初めて森島道夫先生をお会いしたときにね「うん、君海部さんどう思う?」って聞かれて「うん、いや自分この人たちとか誰かなってもそんな変わらないと思うんですけど」うん、なんか顔を苦口を噛み潰したよう顔して「うん、申請はあかんよ」って言われたん申請あかんよ」ってんううの,のことですか、うん、申請あかかんとか言って。<ー> <laughs> 新生大学のことやったんですけど、うん、いや、それ、神聖若いやとられたら、私らどうなるんですかって <laughs> <laughs> 感じやってんけど、うん、そう言われてよくよく考えるとね、その、うん、旧制大学、旧制高校とか、あの時代の出身の政治家と、うん、新生大学出身の人の間にです、うん、大きな断絶があるんです。確かに言われてみりゃそうやなうなん でそこでね、うん、急にね、こうギアが軽くなる確かに、例えば竹下登とかさ、もう写真で見てもさ、うん、んなんか妖怪感が半端ないというか、竹 <laughs> 下 <laughs> どうかな、竹下どっちなので、竹下、あっ、でも早稲田大学で、だってこの人、生まれがだ、うん、第一早稲田高等学院って書いてるな。あ<ー>だって戦前だからね、その時に。 じゃあやっぱこの人は旧姓だね。うん、急性でしょ、どう考えても。うんだって1924年生まれ。れ大正はもんね、そうだね、旧姓、うん、ですね。<laughs> そうなんかこう、熱いじゃん。熱っていうか、なんか、竹下登は熱があるというか、なんか、妖怪、妖<や>気、妖気。そう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 。うん、で、これがね、その新生になると消えるんですよ。なるほど。そうか。うーん。で、まあ、それはあの森島先生の、うん。 どどれだだったら政治家のの条件っていう本のテーマなんだけどねそれにエリートを養成するのを戦後日本は放棄したのが大問題だってなるほどエリートをエリート意識を持ったエリートっていうのを養成しなくなってしまったっていう,うことを口を極めてののしてある本で読んでるだけで気分悪いんですけど知るかよってなるんですけど <laughs> でも確かに,<も>確かに細川守弘とか顔を見たらちょっと軽いよね 軽いんですよ。<う> <laughs> ね、やっぱりね。だいぶ軽いな。うん。そのね、うん、新生と旧制のね。違いはね、やっぱりちょっと。大きいんです。まず第一に。なるほどね。うん。そうか。何時間もこの、浜口大佐って、まあ、もう、さらに戻って,て、浜口調査とか、小豆礼二とか。なるとね。うん。 さらに暑いですけどね。<laughs> それはまあどこまで戻ってんのっていう感じがするけど。うん。このさ、そういう息のさ、総理大内閣総理大ってい一あるよね。のこう一連で写真が出てるやん。うん、出,て出てる、出てる。この下からですね、チューと私なかなかだん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 、ね。もお,おも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 みたいな感じだと言う確かに、あの、浜口大佐氏とか、うん。うん。田中義一でまだ軽いイメージやな。うん。う あつあつ苦しいって感じかねこのね。加藤隆明も十分あ苦しいぞ。うーん。<laughs> 今日がその今日ら敬語とかかなり来てるなこれ。<laughs> 完全にやばいでしょ。完全にやばいだこれ総理大臣になりやっていう感じ <laughs> う。すげえ怖くない？怖すぎる。<laughs> 怖すぎる。<laughs> はあ、高橋これきよとか顔見てるだけでさなんか幸せになってくる、うん、なってくる,てくる高橋これは <laughs> まあそういう人やから最後暗殺されたんやけどあ<ー> <laughs> こんな顔の大政治家おらんよね,<や>ね確かにおらんわこのいいにしても悪いにしてもさ、うん、確かにでそれがそので戦後でこの辺に比べたら戦後がやっぱ軽いっちゃ軽い、うんやけどさ にしてもねまだこの旧正高校旧正大学出身の人たちが総理大臣やってる間はですね、うん、あっつ苦しいみたいな感じはあったわけですうん,うん、うんうん、どの辺までまあうのヘオケを入れるかどうかは<ー>ちょっとし賀け出身としては、ッこのそうです旧姓なんですかうのそうだってあの人シベリア帰りかなんかじゃなかったっけそもそも でも、うん、宇野宗介は,野宗介はメディアに送りをされてますね。そう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 。で、えー、っとね、1922年生まれなんで、旧姓ですね、尋常小学校で。<ー>うん。後の彦根高等小教高等学校、えー、後の滋賀大。ほんで、学こで学ね、これ森島先生と完全に同い,い年ぐらいあの滋賀県出身の私の地元からですね。 うん、あの総理大臣に出たわーいって思ったら二三ヶ月でいなくなってえーってう何やってやるねあれねまあでもここまでそうなんですここまでその、うん、でもやっぱうのさんと回復と比べたらさ、うん、いや圧が違うじゃないですか明らかにうのソウスケと回復比べたら圧が違うなこれは圧が違うでしょたけしたうはやっぱり圧が似てるやんあー似てる似てるたけしたたけし陽気はってるよなこれ <laughs> 確かにでそのでまあ、で宮崎市もこれ1000であれやんなあの急性でしょ急性急性だって1919 19年生まれですからねうん、うん、でもちょっと要期間減るなちょっとね、うん、この人はやっぱりその人間があのなんていうのちょっと弱い弱い人ですよね、うん ゆるい人ででこの後だからその細川とかさこうなっていくるとこの橋本龍太郎とか小、うん、渕恵三なんてのはこれ多分新星やと思うんですけど、うん、だって小渕さんは1937年生まれだしうん、うん、まあだいぶねこうギアが軽くなってくるんですよ、うん、軽くなってくるねでねその後だからねすごい勢いでギアがです、ね どどんどんこのなて軽い方に軽い方に少しこ少しこ少しこって何かこうって言ってですね。でもねでもそれでもねこのこの今度を比べたらさあその、うん、あの小泉以来ね、うん、小泉安部福田うん、うん、麻生鳩山菅、うん、野田で菅でしょ。うん ここまでに比べてですね、さらに一段こう軽くなってるんですよ、岸田さんっていう。うなので、この菅と岸田の間の切れ目はね、この回復の出現、うん、おなるほどね近いぐらいのですねこギアチェンジを感じるんですよ、うん、え軽くなったところからさらに軽くなったってことそそそそそ もうなんか時事問題でさ、こうえらおら、なめんなこらって叩いて、ちょっと面白い、奇跡の話も入れつつ、さあ本買ってっていうのが、岸田ぐらい軽くなるとなりたくないんだよ。<laughs> <もう笑>安倍晋三は気持ち悪かったけどさ、いや、例えば岸信介ね、は、嘘ついたよ、いっぱい。嘘ついたけどさ、 嘘ついてやりたかったことって何てってっ例えば日米安保とかさ。うんね、佐藤栄作とかになると嘘ついて何やったかって言っ沖縄密約とかじゃないですか。ア倍シ三とかになってくると、うん、嘘ついて何がしたいかって言った桜を見るかとか。いやもう。<laughs> 嫁はんの尻ぬぐいとか。そうそなんだお前はサラリーマンのそこら中小企業サラリーマンの親父じかー <laughs> みたいな,なんかそんな感じだよ。<laughs> 悲しくなるいほんとに。 いやーなんかもう気持ち悪いよもう気持ち悪いねもうお前ちょっと何とかしてよ岸田ほんとにどうも、ね、でもどうやったと思うでもん河野太郎になったらどうやったでしょうね,ねえファシズム全開でしょういやというかそのひとつき万冊は楽しかったかどうかですよまだまし まだなしやな。うん。コンタのまだなし。一番美味しかったのは高市さないです。あれ美味しかった,らったとっか。とっか。とかに。待望、あの、ひと月前だったやめてくれ。だから、言ってきながら、<laughs> 高市だったら、一番再生回数が売れると思う。<laughs> <laughs> だって、エキセントリックで、今、鬱陶しいのがさ、岸田内閣のくせに、公約は高市なんだよ。 そうなんだよね、うん、あれ全部だから安倍晋三の言うことを聞くことによってそれ大事になってる。そう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 。ひどいよね。最悪だよ。うん。菊攻撃能力、容認とかさ。うざ、ん、すぎでしょ。何言うてんねんお前っていうレベルなんやけど。うーん。<laughs> そんなもんで国が守れると思ってんのかよってね。いや、多分思ってんねんろ。 <laughs> おかしいやん <laughs> <れ>おかしいと思うで、<laughs> 俺。<laughs> そんなレベルで国が守れるかよ、うん、って。ってそんなんなったらもう終わりやん、そんな,んなあのじいや、じゃあ、中国に対してどうするんだっていう意見に対してですよあの、敵基地攻撃能力云々以前に、核ミサイルを装備しない以上、戦争では絶対負けますよ。無理だよ、あんなの。 そうじゃなくてなんかこの香港とかをね、うん、もっとちゃんと使わないといけない民主化に持っていくとかさんだ香港のあるいは中国の民主化勢力とかがあるじゃないですか、うん、あすごいなと思うんだけどさあ、うん、あのー、まあ、最近本の書評この間、うん で月が読書人になって月刊やったからね。あれおお、そういうのがあるの？月刊やったから読書人っていうその本、うん、本好きのための本が雑誌、新聞があるんですようん。それでその楊毅楊楊毅さんっていうはい楊毅さんですね。はい、んうん、うん、芥川賞作家ですけど。うん、これとハルピン生まれ中国人。おお。 中国語ボコとする作家、うん、で台湾の人も確か受賞してるよねうん、うん、芥川賞。うん、でその人とそれからその劉劉これ劉演子この人はもう日本人になったはんだと思うんだけど、うん、これも中国出身の、はいあのー、この人は翻訳家、うん、中国文学者ですけどこの対談したね。 言葉殺される国で起きている「残酷な真実」っていうあそれね本があってですね、うんうん、その書評を頼まれたり劉さん昔から知ってるからなんですけど、はい、ででそのまあこれは基本的にはその中国がどんなにひどい国かってこと書いてある本なんだけど、うん、まあ文学者だから。うん そのいろんなその世界の文学を取り上げながらです、うん、話をしてるのであるいはジョージ・ウォールとかさそういうもののコンテキストの中で中国の現状を語っているからうん、うん、単に中国のことだけではなくて現代世界がおびている暴力性に関する論文書用になってるんだと思うんだけどなので私がその書表で書いたのはそのまあこの中国というのは養豚場だと、うん。 この,この人たちは言ってるんですね、うん、で人々はそのぶ自分が豚として変わられてることで気づかない豚になっている、うん、でそこから飛び出してそのイノシ,シになるっていう小説を中国人が書いてるんですけど、うん、まあそれについての研究があって、はい、でそのだ中国は養豚場だっていうことを言ってるからさ、うん、これを読む人はですね「ふうらび中国の豚だもえ？ね」って書て。 日本みたいねちゃんとこの自由な国から見たらお前らは養豚場だみたいなことを、ね、この本のコメントに書くんですけど嘘 <laughs> いや中国が養豚場やったら日本はなんか養鶏場ぐらいの <laughs> しかもしそうそう,そう,そ,う,そ,うそういうイメージですけど私だからあので中国は言葉が殺される養豚場なんですうん,うん,、うん。 圧殺されるんですようん、うん、例えば六4っていう数字はか検索してもかからないんですね。天安門事件を大事件、ね、天安門事件を連想させるような言葉っていうのは、うん、あるいはその、うん、と誰だっ,っけあれノーベル賞を受賞したいですね、うん、えっと忘れんねんえっ、ー、と流行派のね。 逮捕されて刑務所いられてる時にノーベル賞を、うん、自分が平和賞を受賞したので受賞に参加できなかったので、うん、ノーベル賞の授賞式ではですねらの椅子が置かれてたんですけどそれでその「コンイコンイ伊ズってらの椅子っていう言葉をですね、うん、その検索すると何も出てこないんですよ中国では。というようなその えっと言葉が殺されるわけですよ、ガチで。日本ではそういうことはないよね。ないことをなつき万冊っていうふうにしたってさ、一応検索が出てくるわけですよ、何したって。だけど、その何が起きるかっていうとさ、日本では、言葉が空転するんですよ。つまり、中国では。 中国政府はですねその言葉そのものを圧殺しないといけない、うんだけど日本では何を言わしといても大丈夫なんですよ、うん、なぜなら言葉は空回りするからなんですね、うん、だって中国人のエネルギーはさすごい強いからさ、うん、圧殺しないとさブヒーって出てくるわけですよ <laughs> <laughs> でも日本人はここここここぐらいだから近くて。<laughs> <laughs> 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 だから事は殺される国に対して事は空転する国だけど養鶏場養鶏場養鶏場であることは変わらないよねってことはまあ書いたんですけどなるほどそこをその軽さがですねやっぱり 進行してると思うんですよ、うん、進行しだから、4五5 0年前のさ岸信介ぐらいのやばいやつが出てこないとです、ねうん、総理大臣は止まらなかったのかもない。うん、3 0年前のとですね、中曽根康弘ぐらいでできるんだなったね、中曽根も十分やばかったけど、うん、ちょっとペラン感は出てきたよな、うんあ。それがですね、安倍晋三ぐらいになりですね、うん、ついに、岸田にコロッペラペラーみたいな。 こ,う、ね、こう言葉のギアが外れる感じが出るんで、ね、なんかで、ね、昔はだからこうなんていうのすごいローギアに入ってるなったんですけどクっ <laughs>、まあ、てだからこう台切り上がってスイーンってこう3足が4足3足ぐらいになってですね「豆心臓」とかで4足とか5足でスッときてつい、ねうん、に来たになったらなんかもうニュートラルに入ってるんかみた、うん、電気自動車かみたいな。 はあ、こうなると、あひとつきます <laughs> その、いくらアクセルを踏んでも、ウいいいウィーいウィーンみたいな感じで、いやー、もうだからもう、なんかもうほっとしだしょ、本当に岸田が勝多くてやらんですよ。<laughs> <laughs> ね、ちょっともうね岸田の問題じゃないと思うのやっぱりうもう岸田の問題じゃないんやろうな、うん、こ世界日本社会のその、うん、軽量化うかじゃあね英語のさ一応毎日ワシントン・ポストと、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルとニューヨーク・タイムズとかチェックしててさ、うん、じゃあ世界の問題っていうふうにね取り上げるんですよ私が。 うんうん、うん、伸びないんだよ、ね、もう <laughs> あ<ー>。大きすぎる問題はもう、なんかよう分からんわみたいな感じになっちゃう。そうね、だからそれは、そのこれの前の動画で言ってた、うん、その隠蔽の隠蔽というかその、なかったことにするパワーね。すごいな。 困ったのー営業上問題ですよ、えー、岸田うん。うん <laughs>。なんかもうちょっとさ、なんかどでかいことやってくれへんと、本当とにで。しかもさ、そんなじゃあ平和な時代になったじゃないですかと、ね、日本は悪い、悪者もいい者もしょぼくなりましたね、みたいな。うん<ー>いやでも世界の もう目を向けるとですね横には習近平がいてですねその上にプーチンがいてみたいな <laughs> プーチンがいてですね <laughs> いやいやいやみんなちっちゃくなった,ったらええけどだことはねえよって <laughs> <laughs> でもまあやっぱりプーチンにしてもさまあでもスターリン比べだスターリンとかゴルバチョフとか言われるとなんかちょっとうんちょっと軽くなずるくなってないなんかこうちょっと自分の命惜しそうだよね まだスターとからさ虎とかさヒョ、うん、とかに比べるとなんかきつねうん、うん、確かにそれぐらいにはなったう,ーんうんちっちゃくなった面は、うん、あの時やっぱ結構将棋的でしたけど、ね、ソ連が崩壊してさ、うん、ゴルバチョフがさあのサインさせられて屈辱的な、うんであの なそソ,ソ,ソ連からロッシアなんとかなんとか,、ねなんとかね、連,合連邦とかに変わってですね、うん、でイリツィンとかあのそのそ次の世代の政治家に変わったわけですけど、うん、なんかなんか軽くねみたいな、うん、<laughs> このバチョフなんか重々した感じだけど。うん 電車からトラクターぐらいに変わった感じが。うん、ううそうですまあ日本はでも山林自転車ぐらい。結構結構ショックでしたけどね。うーん。うーん,なんかな。なんかななんか悲しい本当悲しい叩きがいがない本当に。 最営業上問題ですよこれは安富さんどうしましょう、うん、ちょっとネタを変えよううんいやでもまあ大丈夫大丈夫あのあと1か月したらコロナくんがやってくるそれまでの辛抱ですあ<ー>あの、うんで今度のコロナはマジで世界経済の危機だから再生回数上がるよ 今度は <laughs> そんな喜べない。喜べない。マジでやばい。人間、岸田がしょぼい分、その、あまりにもどでかいコロナの供与に対して岸田が右往左往するよ。ああ、ああって。右往左往せえと思うな。ほう。どうなんのぼーっとしてるじゃんかな。ぼーっとしてる。うん。やばいな、それ。右往左往したらまたネタになるけどさ。うん ボーっとされたらさおい、バニーボーっとしてんじゃんとかいくら言っても盛り上がらない、ね。盛り上がらんなぁ。おい、何をボーっとしてるんだ終わり。いや、ボーっとしてる。お前、のゴートキャンペーンとか言ってる場合じゃないだろう。<laughs> 確かに。g ゴートとかじゃなくてさ、うん、スタグフ,フレーションがやってくるんですけどみたいな。<laughs> なんかその、むなしい叫びになるうん、そうね。うんまさに空転してしまうな。そう、だからね、ボーっとしてんちゃうかなって思うんですけど。うん だな、本当にもうなんかサラリーマンとか学校の先生みたいな顔してるからなうん村山首相が総理大臣になった時、うん、森島さんが「あの人は村長さんぐらいやろ」っつってお断 <laughs> りましたけどね <laughs> 村山飛一、うん、村長さんぐらいじゃないかあれはっつってえらい怒っ,てはったけどうん、うん まあね、ひ、あの、ー眉毛が、みよんって伸びてる人ね。これ、うん,うん。あ<も>、今、今見たらさ、うん。重々しいよね。うん、正直。あのー、岸田さん。に比べたら、村山さんはまだ。いいよ。全然。重みが。重みあるよ、るよこれ。<laughs> 今見たら。うん。 でもまあ確かにほかの,の戦前とかに比べるとあかんねだから村長さんぐらいなんすけどね、うん、困ったなどうしたらいいのこれこのしょぼさ問題ど,どうしてこんなことになるのかはね、うん、結構どうしてエリート教室そうすると明治憲法復活って話になるわけです うん、そんな元気ないやろもう日本どうしろって言われても私が森島先生がその「申請はあかん」って言われた時に「そののちょっとどうしろ」っちゅうの知らんがなそんなんって思った <laughs>、うん、その感覚そのままですよね。どうせっちゅうのこの状況って まあ、思うのはやっぱり。牧場ですよ、うん、牧場。牧場。うん、人間がでっかくなるためには、牧場、うん。牧場、やっぱね、うん、子供たちのその。厚みというかね。うん、もう全然違ってくるから。うん、その。おばさん、でっかい動物を引っ張ったりしてると、やっぱり。強くなるんだよね。うん。 まあそれが要するにその人間のこの、うん、強いっていうなななてったらのかな圧ですよ圧。圧ですよね。うん、圧です。だからその馬を動かそうと思ったら圧がいるんですよ。すごい面白いねんけど、うん、牧場でこうはたいてくれる人にですねこの跳馬策といってこ馬をロープにつないで、うん、そのくるくる走らせるやつをやってもらうわけですうん,、うん。 でなんか面白いぐらい動かないわけ最初<う>でその「これ駆け足って言ってくださいっ」ってそのもこの馬に届かない「駆け足」とか言ってんけど馬に全く届かなくてんですね、うん、ああやって「ら」って「ら」って「ら」って言ってそのうちで転がったりするんですけ、ね、な、うん、めてるわけねもう完全なめてて、うん、でそれがなんかこうやってるうちにですねこ動くようになってくるんですよね、うんその 口からの言え具合とかいうのがだんだん分かってくるんですけど、うんうん、んでそのそれがそれがしっかり体までできてくるとです、ね、うん、本当にちゃんと走るようになるんですけど、<ー>単なるその心の持ちようとか、そういう知識だけの問題じゃなくて、姿勢とかね、うん、でこれも,やっぱりも寝不足ついたら動かなくなったりとかするわけです。へ はちょっと最近しんどいのなんかへ、えーとかちょっと全然あれ全然動かないとかになるわけです。よ<ー>見てるからね。うん、その圧を。でそういうことを大人になってると、うん、まあ多少は改善するんですけど、うん、でも、ね、その子供の時にやってるとねっぱ根本が変わってくるんですよ、うんまあ。まあまあ典型的にはやっぱり馬に乗ったその乗って。 子供が乗ってるとあっといいう間になんかすすすごい格好ででり出すわけものすごく軽く乗ってるん、ねうん、馬の負担にならないような自然な体の動きで乗り始めるんです、うん、もう本当に<ー>全然やる気なくても、うん、たまーに乗ってるぐらいでもか体,その体のそのあっ馬みたいな感じで上手に乗ってるなっていうふうになるんですけど。うんうん 大人がなるやるとですねこれは大体その大人になってやり始めると初心者になるのに100万ぐらいかかるはあっていうか1回101万ぐらいかかりますから何やかんげん、うん、100回乗るとなんかあのあやっと初心者になったなって感じなんです初心者を脱するにはねもう1,000回乗ってくださいって言われるんですけどほう 回みたいな千日間みたいなことで,できるかよみたいなうまそうやなヘッドに乗っても3年かかるやんみたいな、うん、ぐらいでようやくこの初心者で亡くなって馬、うん、に乗るっていうことがこうできるようになるっていうことなんですけどでも子供だとね、うん、これあっという間なんですねすぐ慣れちゃう るっていうかね体がね何ていうの,あのと私はだから学習ものができるようになるっていうのはこの変化じゃないと思うんですよ。うん、えっと座標軸の方を固定して、うん、その中でここにいたのが原点の近くにいたのがだいぶ先に来ましたねっていうのをこう成長だと思うじゃないですか。ああそれは非常に危険な考え。<laughs> そ,うそうだだよね、うんうん、だけど 今私どのぐらい来てますか?」っていう評価を求めるっていうのは結局その座標軸の方は固定されていて自分は今どのぐらいのところにいるかっていうのをですかでもそういうんじゃなくて座標軸そのものが移動するっていうことなんですよね変化じゃ成長っていうか学習っていうのは。 で自分自身としては何,何が起きたのかよくわからないし何も起きてない気がするんだけどなんだか知らないけどできるようになってるみたいなことが上達とか学習ってことだと思うんだけどそれをその指標化して図ろうとするのはそれ自体がその学習を破壊する行為うですけどうん、うん、で,でも大人になるとねその原点を動かすのが難しいわけですやっぱり。な、うん、るほど。 うん、それはだから他のものと関係してるからねいろいろ、はい、つまり乗馬だけ上手くなるってわけにいかないわけですようんそうやろうなでもうんそれができるようになって馬とのコミュニケーションが取れるようになれると日常生活とかもやっぱり影響があるわけですね同時にだから家で,家でのところとか会社のこととかっていうの関係してくるわけですようん、うん、でそこを動かすの嫌じゃないですか いやや、ろの、多く。あれ変えたいと思っていても、変えたい方向っていうものがあるよね。うん、そうやろな。うん。上司に信頼されるようになりたいとか、まあ、こ、方向性があるわけです。うん、今もう、そんなん聞くだけで、気持ち悪くて吐きそうになる。うん、わかるわかる。わかるでしょでも、大人っていうのは、まず日常生活ってのがある程度固定化してるし。うん。 その変化をするとしても変化の方向っていうのを考えちゃうわけじゃないで。うんうん、であるわけですよ、望ましい変化の方向っていうのは。でも多分、馬を乗るとかさ、何でもそうだけど、まあ、勉強するとかいいと思うけど、うん、変化を起きちゃったらさ、他のところにも関係するわけですよね。そりゃそうだよそれ。で、その変化がさ望ましい方向に起きるかどうか分からへんわ分からん、分からん、そら無理,無,理無,理無理、無、う、理、ん、無理、無理。で、そうしたらさ、その、学習を達成するのは難しいですよ、実は。うん 全部開けとかなあかんから、うん、全方位的に変わってしまうからねうん、うん、例えばだから読書でしたってさ、うん、なんかあの例えばなんかいろいろ本読んでるうちにアリスミラー読んじゃったとか言ったらさこれを読んじゃったら大事件ですよわしの撮影読んでしまったとか言ったらさ、うんうん、こう こうなるほど子供の虐待っていうのは社会に大きな影響があるんだ。なるほどな方だよ済まないよね。うん、なるほど,なるほどそうなのね。<laughs> <laughs> さあ明日も仕事に行こうって無理やってるぞ。無理 <laughs> 無理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 。<laughs> そうなると、うん、やっぱりそれおおららら気持ち悪いないじゃこの本バーンって投げするしかないじゃん。うん、うん。だからあのこうススタイプのしか読まないわけです。うん、ススタの本どんどん読むわけです。うん、本を百冊読んだらススタイプの本を、うん <laughs> それただの消費。消費やんそんなそんな意味ない。ただの消費。うんうん、でそのでも馬とかはさその、うん、問答無用だからねその、うんうん、乗ってるとこう体がとか変って変化しちゃう、うんそうするとそのそっちにも影響してしまうというこう関係性になってるわけです。うそれが学習でしょう。 そうなんですよ、だから、そうすると大人はやっぱりね、その学習がやっぱ難しいですよ、座標軸固定して距離で変えたくなるわけうんなるほど、そうするとね、そういう用の乗馬っていうのが、この乗馬教室とかで行くとですね、用意されてるんですよ、日常生活に影響のしない上達方法っていうのが、注意されてるわけです気持ち悪い、それ、で試合に出たりとかしてですね、なんか なんか新しいランクで何ととか言って、うん。言ってですね、便利なお金が飛んでいくんですけど、そんなん意味ないよ。うん。うん、これね、すごいんですよ、ちゃんと、やりようによってはね、そういうふうに、また、ていうか、なってるんですよね。ただ健康になる、みたいな。うん、うん、肩こりが最近楽になったな、馬にとって、うんうん、みたいな、乗り方ができるわけです。 なるほど今いピアノいピアノ叩いてんの木琴かとあのトイピアノでトイピアノああはい河のトイピアノはですね中に鉄筋入ってるんですよ鉄筋鍵盤付き鉄筋だと片岡さんが入ってる最近あのあれこれよく叩いてしかもおっさん姉妹片岡さんと鈴木純さんのおっさん姉妹の YouTube をですね食い入るように見ていておおいいね次の日からね この叩き方が変わって、うん、なんか影響を受けたみたいでそれまではなんかグーでゴンゴン叩いてたのにんかちょっと叩き方が変わってきて音が違ってましただか、うんうん、子供はだからそういうのないからさ、うんうん、か体が素直に反応するんでしょうねそういうことの積み重ねでしかその人間のサイズの回復が起きないじゃないかって気がします うん人間のサイズだけ大きくしようとかって無理や、政治家のスケールだけ大きくしましょうとか無理でしょうんだって政治家のスケールだけ大きくなって国民が小さかったら、まあ、国民が不幸になるか、政治家を十字架に貼り付けにしてぶっ殺すか、どっちかやろ、<laughs> 間違いなくそうなるよ。スタ <laughs>、うん、ーリンとかすげえそうだね。あ<ー>あ ううのでもその、うん、この問題はね、やっぱりね、このすごい深刻な、この前でも言ったけど、その映画映画一つとってもそうじゃないですか。そうなよ、最近もう1930年代とか6から60年代ぐらいまでの映画見ててさ、俺、でも最近の映画見ると、もうスコンって感じよ。<laughs> <laughs> 悲しいみたいな感じ、本当。何なんこれ。<laughs> 何なんやろうねこのスコーン感は。これはその、うん、文明の持ってる問題。うん、あの私があの誰が星の王子さんを殺したのかという本で引用したですね。うん、あのサンテク・ジュペリの、うん、X 将軍への手紙という、うん、保管されなかった手紙の中で書いてるですね。はい、165ページ、うんうん。機能的全体主義っていう。うん 機能的全体主義が世界を覆っているっていう,うヒトラーのようなですねこう分かりやすい全体主義じゃなくはいうんファンクションとしての全体主義機能が全体主義見た目は自由主義みたいないやー怖いわーそれでどん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 生命力失ってって総理大臣も丸ごとしょぼくなってってるっていうそうそうそうまさにあのだからあの 初代のねその193040年、うん、30年代40年代にそういうシステムを作り出してたやつらそれは超悪いやつらです、うん、でそういう人を描くとですね「モダンタイムスとかさ「うん、市民権」とかさ「うん、独裁者」っていう映画が作れるわけですうん、うんうん、だけどそのだんだんしょぼくなってきて、うん、しょぼい、ね、<laughs> そのシステムが出来上がってして自動で動き始めるとですね、うん そこにいる人描いてもなんか大した映画が作れない。作れないよ。うん、だってなんかあのこうね、ヘンリー・フォードをネタにするとモダン・タイムスを作れるけどさ、うん、ザッカー・バーグとかネタにしてなんか映画作れんのか、ね。<laughs> まあせいぜいなんかヒルドラぐらいな感じ <laughs> <laughs> お金すっごいかけたヒルドラぐらいはできると思うよ。うん <laughs> やろうと思えば。<laughs> ねえ。このね、さそれどんなに悪いっつってもさ、なんかこう習近平をネタにして映画作る気にならないじゃん。うん、そうね。うん、うん、ヒトラーはまだ映画にできるな。うん、あなんか、そのあたりがね。なんか、あの昔の勉強すればするほど、こう日本でやってる悪いことは、いや、当然悪いことなんだけど、小人の国みたいに。 見えてきてき、うん、でもでもね恐ろしいのは核兵器のボタンを押せるっていうところですよ <laughs> そうですよね <laughs> それ怖いよね人間の器が小さくなってってんのに、うん、核兵器とか兵器は巨大化するっていう,そう,そう,そうまあ兵器はさまだいいけどさシステムだってさ昔のその工業生産能力とかさ地球とか破壊できなかったからうんはい なんかそのね都市の空気を悪くするそのぐらいできたかもしれないけど、うん、地球の空気をさ、うん、全部ダメにするとかって無理だったじゃないですかだってコロナで去年はさ地球の二酸化炭素が減ったっていうのとか、うん、<laughs> あれとか怖かったなぁ見てて本当ん、うん、なんかこの私たちの持ってるシステム的破壊力はどんどん大きくなっていってるんだけど。うんうん <私>人間の方はどんどん小さくなっていくっていう、うん、しょぼんってしてるうん何な,なんやろこのしょぼんこれもね、うん、何なんかよくからんけどね、うん、まあでもいいよあのすごいしょぼくなってっても、うん、あのまあまあ、うん、しょうがないからちょっとだけでも生命の力取り戻した方がいいよ うん、そしたらすごくあの昔やったらふ昔普通の人ぐらいになったぐらいで日本だとすごい元気な人、うん、あるいは対人、うん、とかって言われるかもしれんよそれはえだってこのこ,この高橋惠紀を見たいな顔しようと思ったら大変ですよいやもう不可能ですよ今の日本高て <laughs> 高橋惠紀は無理ですもん <laughs> こんなんならんでもさ、うん、もうちょっとこう、うん、小粒でもねうん全然もう。 みんなから大物扱いされるそういう意味では一月つンまずはちょっとな営業方針変えへんといかんでなんかやっぱそのどうしたらいいで岸の歴史から勉強する現代政治っていうか、まあ、まさに今日話してることでもあるけどうそういうやつの方が面白いかもしれんなねえ、うん ていうかなんか叩きがいがないんだよね、岸田は。えー、なんか、なんつうか、なんか、なんか本当しょぼい。岸田はしょぼい、本当に。えー、クレームを言いたい、お前のしょぼさに。<laughs> <laughs> もうちょっと大物になってから総理大臣になれって。手がかたら本当に。だって 俺岸田さんの本とか読んだけどさあれはすごいよねん読んで一応批判してネタになるかなってペラッ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 ペラーンでまず<ー>いペラペラの本ね。取り上げるまでもなしっぽいってものそれを思うとねあのーうん、あー孤独ななんとか出てけん安倍さんの本あえっ、ー、とー 孤独な、あの愛に飢えた孤独な少年は、えー、総理大臣になった沈黙の仮面。沈黙の仮面。うん、野上さんの本ね、うん、共同通信の総理版やってた人。ああ、うん。あれとか読みえあったよ、ご吉田さんに。岸田さんに、こういう本は期待できないですよない。学級発表みたいな本になると思う。うん。 女帝とかね女帝はね結構美味しかったねあれは <laughs> あれ美味しかったよ美味しかった美いしかったごちそうさまですって感じなんでこもう小,小池百合子下手打ったよねーもう去年の段階や今年の春の段階でオリンピック中止だって日本初の女性賞そしてファシズムってなってったらなすごく、うん、<ー>小池百合子はちょっとなんか家が作る感じしますよね やっぱさ、あの立憲民主がさ、はい、あのもうぶっちゃけ与党二軍じゃないですか、あれ。ですよね。だってあの経歴見てごらん、みんな。なんか、どっかのなんとか賞で、経産賞とかさ、うん、そんばっかりやん。うん、んそれで政治家に転身したけど、自民党に入れなかったので、立民に入りましたみたいな。うん でさらに立民からも追い出されてですね、令和新選組に入ったりとしてますからね、うん、あの元官僚は。えっと、たえっ、ー、といたね、滋賀産区から出る人。そうそう。いや、滋賀産区から出るってもう俺の地元なんですけどって感じ。うん。<laughs> ああ。しょぼん。その。うん、なんていうのね、バカも、まずさ、その。 じゃああさそのもう1個はそのルートとしてはね官僚とかになり政治家を目指して転身しであの自民党に入れなかったら立民みたいなルートとですねもう1個はその労働組合じゃないですか労働組合の委員長で立民の議員みたいなルート。 でそ,もそもそもその労働組合がさもう自民党支持しよ中かっていう労働組合ですからねあのー、トヨタのニュースはびっくりしたな<笑><笑>これカーボンニュートラルが理由やっていうふうに一応言い訳言ってるけどああ<ー>違うでこれ全共産党とくっつこうとしたから嫌がらせてしてるんでしょ、うん、そう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  感じ悪いよ。はあ。なんかこうこ、でもさ、これもじゃあ、世界を見据えた考え方なのか、うん、トヨタの労働組合の。そうじゃないのよ、別に。うんは日本っていうしょぼい中でさ、しょぼ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 ,しょぼあの自分の給料が死ぬまで OK だったらいいんですみたいだ。なんか、そういう動きでしょ、うん、これ。ああ。うん まあもうだからもう別民はさ枝野さんが枝、うんうん、野さんの,この,こ,のこの山本太郎に対するこの扱い,扱いの、うん、これ最悪でしょこれゴミくずやねあんまり俺悪く言いたくないけどさ自民党が得するから<ー>最悪やでそれ本当とに何かそういじめていじめていじめ抜いて 知らん、あとは勝手にやっといて、それが政治ですみたいな、なんかすっごいなんかお前自民党かみたいなやりちゃんか。民自民党かよみたいな。ねえ。うん、でもなんでそんなことなのかって、江戸の枝野がクソだっていうふうにみんな思うかもしれないけど違いますよ。うんうん、江戸さんはこのこの,その連合というものの圧力のもとで、うん、もうまた先になってるわけよね。いや本当にそそうううだからそういう意味では 大変やなって思うで俺は見ててまた先状態の中で意思決定しようとできないからさ意思決定するふりしかできなくなるわけですこれはまさにあの星の王子様でね書かれていたあの王様ね王様はだからその起きるに決まってることだけメールす太陽を昇れこれと思ったやろみたいな「ん」太陽を沈めと話すんだよえ <laughs> でそれであの王子がだからあの「じゃあ帰ります」「もう私は次の日旅立ちます」それいや行かないでくれ寂しいじゃないか」うん「いやでも行かないといけない」って「分かったお前を大使に任命する」分かりやすいまあそういう感じなんですようん、うん、だからねその何ていうの、うん、山本太郎にった いい顔したらさまた連合が何するか分からへんしみたいな共産党へそ負けたらどうすんのとかさもうそうするとですねああいうかうこいうことになるわけですね考えたらキーないよね本当にでもギンプレーというかなんていうかもうあの気持ちの悪いだから私は山本さんは埼玉国から出るそれしかない野党共闘を成立させるには埼玉国から山本太郎が出るしかないっていう いうわけなんですうんうん、うん、それ要するになめんじゃねえぞこの狙うっていうことを示す。ませかいうねそのねあのしの弱い指導者を動かすにはですね、うんうん、あの内部分裂しかないんですもう芝居たるしかないよもうちょっと簡単に言うと、うん、<laughs> まあ簡単に言うとね、えー、だからそのなんていうかそのだから 連合に対してものは言えないわけですね、うん、本音を言えばさ、うん、まあと全部くっついて選挙に勝たないと意味がないんだから勝つまでやらせてくれってこう言いたいわけです、うん、それ言うとですね「いよいよ自分も自民党にくっついてるわ」とかやるわけだからさ、うん「おいおいもうどうしてくれんねん」とか「山本太郎はもうちょっと勘弁してるたこういう感じなわけですよ」うん。でその時にその埼玉5区に山本太郎が出るとかなったらさ「おいおいおいさすがに待ってくれ」って話になるじゃないですか。あ そうしたら連合に「いやこんなことなんてされるので私は」とかってそれが交渉ができる原因になるわけですあそうだなめんじゃねえよってだからとにこの蹴っ飛ばさんバかんってそれでその蹴るふりだったら聞かないわけですうんそんなこと言うんやったらな最玉僕出てるぞとか言ってそんなんじゃ聞かないってどうせ言うてるだけやろこらってう見透かされるわけですからうんうん ガチでもう死しになってでも行ったらもう私がどうなるとするかー、ね!」ええとか言って突っ込んでいくしかなくてですね。<laughs> ああそうしたらうわ,ーわ,ーわーとかなってうわ、ん、うわうわうわとかなってそしたら初めてバトンに物が考えられるようるんですこんなくニャくにゃくにゃ,にゃくにゃとか言ってさ、うん、あの東京八区の吉田さんの記者会見と称するあの。うん 作文も読み上げあれ。いやあれはもう途中まで見たけど正直これは暴力学芸会かつその,じその自分の周りで起きた暴力を無視している <laughs> あかんよあれはあれはひどいよねちょっとね、まあ、ハラスメントやねあれはね あんなことが何で起きんのかって言ったらさ、うん、あれはだからあの上層部からの指令によるもんですよねそうねうん余計なこと言うなよって言われたからさ、うん、だったら何もしなきゃいいのにさどうせあのなんか誰かわからんけどさ記者に話をしてだからやっぱ盆栽の好きな人たちが追い込んだんですよ、うん、でそれでその立たされてしょうがないから学芸会になっちゃったっていうだからもうシステムの暴力がひどいよなああ、うんうん でこういう状況ねあの蹴散らさないと戦えるかよ、うん、そんなね、うん、こんな学芸界のふにゃフにゃでさ政権取れるはずがないじゃないですか、うん、ほんとほ次から次となんかわけのわからないあの「えー、お前お前立候補すんな」って言いに行く香川一区の小川さんとかねあれ何なん,なんマジ怖いんやけどマジ怖いっすよね、うん、であの言い訳動画がすごかったけどね、うん、またこれもすごい学芸界でさ、うん インチキ癖みたいな言い訳してて <laughs> もうこんなモードが支配してたらさ、うん、それいつもどうしようもないから誰かが蹴っ飛ばさないといけないです、うん、今,今の日本で蹴っ飛ばす蹴っ飛ばすべきポイントを蹴っ飛ばすべき理由と蹴っ飛ばすだけの力を持ってる人は山本太いがいないそうなんよそしたら日本の政治も少しはでっかくなるよだからねもうん ぐにゃぐにゃこう考えてないで、うううん、埼玉5区、生きてほしいよな、本当に。うん、それでねちょ、ちょっとはね、みんな目が覚めるんじゃないかと思うんだけど、うん、だって私が打ったってだめでしょ、ふざけんないだろう埼玉5区から出るぞとか言っても痛くもかゆく,、ね、<laughs> <laughs> く,くもないじゃないですか、うん、供託金するよね、バーカって、それで終わりじゃない。 やまあでもこの日本人が小さくなっていく問題っていうのはこの世界の中で日本とかがさどうなっていくかっていう意味ではすごく大きな問題でしっかり考える必要まあほんとそうですね。ねまあでも、ね、深刻な問題ですよ本当。と。学習という意味で人生を本気で変えたいんだったら今安富さんとね撮っているこの日語の動画に関しては学習についての動画も入っているんでね。 まあ、ぜひ興味がある人は買ってほしいなというふうに思いますということですみさん本日もどうもありがとうございますはいどうもはーいチャンネル登録といいねよろしくーそれでは「本当の人生を生きるための論語」立場にとらわれず名を正し自分の内なる声に従い好きなことをしていけるそして学習を通じて本当の成長を手に入れる人生と社会に調和を生み出す人の生き方それは「 最先端の思想にも影響を与えていますこれをもとにあなたの人生の苦しみそして、えー、本当の人生っていうのを一回考えてみるきっかけにしてみませんかぜひ買ってみてください。それでは。